はいもうお手紙だけでももうはい、はい、それはもうもう本当ね三十オーバーにとってねハートっていうのはもうズッキュズッキュくるんです <laughs> もうねいろんなラジオで言うんですけどああ今の若い子って何でもない時にメールにハート使うじゃないですかああもうあれやめろと思ってるわけでいや三十にとってのハートはねもう特別なもんじゃないですか確かにびっくりするねーーメールとかにあハートワードおいおいどないやねんと思ってどないやねんってもうさすがにも、うん、ああ今若い子はこう何でも こういうのつけるんだなって分かってますけどちょっと不よ。そう,そうなんですよねラブレターじゃあるまいしみたいなねそうそうちょっと勘違いしそうな感じしなかったけど <laughs> これはちょっとすあのこれこそジェネレーションギャップみたいな感じだなですよねまあ俺はあのメールもこう絵文字を一切使わない人だからね唯一の許さがかっこ笑いだから <laughs> <laughs> <笑><笑>それもも話合うわ <laughs>。はいえー、二人の出会いはいつ頃になりますかはい、はい、これはもうもうだいぶ前ですね。ね。な もう六年七。結ぐらいですか。さっきもちょっとこの収録の前にね、話をして、なんだっけ、何の作品だっけって。話しちゃったんだけど、作品じゃなかった。じゃなかったな。どうも。焼肉。屋あの声優さん。たちがこの間に一人の声優が入る。もう、あ、でも、あれ、すごいメンツですね。よく考えたら。あれはもう、これは別に名前言っていいと思うけれど。あの渡辺明のが、漢字で。そうなんです。まあ、まと役になって。 飲みたい飲みたいと言ってるけれど、うん、忙しくて捕まらない、うん、立木文彦と飲もうという会だったから <laughs> そうあのー、立木さんを我々が囲んで、うん、食えんのかっていう<笑><笑>祭りをしほしたんですよ食えんのかっただいそれでやっぱり檜山さんはみんな,みんなに勇者を勇者を言われて。 これちょっと叫んでみてみたいなことを言われて <laughs> あのもうさ今このラジオでは言えない最低な下ネタとかを <laughs> 檜山さんあのあの必殺技の言い方で言わされてたのが多分よ,よって「あ俺俺何でも何でも必殺技っぽく言えるよ」って <laughs> で本当にねちょっとかっこいいんですもん。<laughs> 最低な下ネタが最高に熱い必殺技になるんですもん。いやーあれは良かったなー。はい。アフレコ現場でお互いどんな感じなんですか。<ー>アフレコ現場でもやっぱりウッドマンリン太郎がねああいうキャラクターなんでね。うん、やっぱりそのことも思い出しますよね。なんだよ。<laughs> あの最低な下ネタも <laughs>。<laughs> 日山さんが叫ぶとかっこよくなるっていうね。だからウッドマンリン太郎って実はピュアです、ね。まあ彼はね。うん。 女に飢えてるだけですから。そうなんですよ。飢えてるという,ということは、逆にと、女にもう触れてないわけだからね。ねそうなんですよね。だから、あの、うん、あのキャラはもう、でも、なんていうんですかね。あそこまで熱いキャラにできるのも、檜山さんしかいないと思ってますから。まあ、あの鶴岡さんにね。はい。あの、音響家でも鶴岡さんに、はい、叫んでねって。からね <laughs> <laughs> そのためのキャスティングかよ <laughs> <laughs> でもあの幕下てる早口はもうねいやけどあれはお前もすごいというか基本的にみんな幕下てるからねそうなんですよこの作品はもうあのカットが早い、うん、早いでも俺はこの農林 <laughs> もうそうだけど、うんうん、朝沼のイメージは幕下てるイメージ <laughs> <laughs> あのね京都のうだつの上がらない大学生の話もそうでしたけどもねも俺横で聞いてて 最近ねあの本当にこれはもう先のアニメに物言いたいんだけどセリフを詰め込むから物の早口でさ、はい、ブ,ブレス呼吸をするポイントがないじゃないか。そうそうだから俺はもう「おいおい俺たち声優も息をする生物なんだよ」<laughs> そう,そういうことをね声を大にしていたいんだけど口、はい、と横でお前がね無呼吸で流せればダーッてやるからこれお前のせいだなと。<laughs> <laughs> いや、求められたらそれ頑張るしかない <laughs> お前みたいなやつが頑張るから <laughs> <laughs> ハードルがどんどん上がっていくんだなされた本当にあのこの番組を聞きの業界関係者の皆様、はい、声優も息をする生物なので <laughs> 一つあのブレスのところを用意していただきたいと <laughs> よろしくお願いいたします。<laughs>